マイカです。キャプラでくんです。チャプン。俺らあのカットしてるけど、いつもこの挨拶の後ちょっと次どうするってなるよな。毎回今日はバレンタインのお菓子を一緒に作ろうと思います。イエーイ。3つ作ろうと思うんですけど、はい、もう作っていこうか。そうやな。まずタル君は、はい、まずオレオを潰す係。なんか簡単やね。あ、けどな、これほんまにしんどいからな。任せて、これ2個くらいやった方がいいな、ワンちゃん。あの、破けるから。あ、うまいな。じゃあ、これ横でやっとく。じゃあ、マイカこれどうしよう。切っとこう。うわ、オレオこんな潰せる日が来るなんて。これうるさいな、多分。じゃあ、牛乳入れる。今日もっと粉々やと思う。言うてまだ、こんな。あ、けど、見えへん見えへんよ。ちょっと潰していこうが潰れそう、どんどんやる。あ、マジ？こうやって。これ、雑やね。うん、雑やな。なんかな、あの、タル君とほんまにさ、雑な部分と几帳面な部分だけはマジで正反対。そうやな。こういうの前からちゃんとやりたい派やけど、タル君はもう早く終わらせたい派や。むっちゃもうめんどくさい。こういうちまちましたことすごい苦手やな、俺。でも片付けとかはもうめっちゃタル君もうなんか、みたいな。片付けってさ、もう目に見えるやん。うん、パッパってこう、うん、どん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 綺麗になっていって、こんなん分かれへんって。料理系って最初が一番しんどいな。下準備。うん。ずっとしんどい。食べた時、食べる時の喜びがあるからこそもう一回できるけど。そうやな。あの、いいイメージでもあんもんな、うん、あの、チョコ作り楽しかったで、え、でもなんか記憶になるからね。小学生の時、趣味お菓子作りって書いてた。そうやねん、マイカマジうまい。誕生日プレゼントで手作りチョコとかくれたよ。あるとかめっちゃうまかったもん。なんか、5個ぐらいあげたけどさ、一気に全部むさぼり食われた記憶がある。うますぎて、うますぎて一気に。お腹すいてねって感じですなんか、おいしい。お出かけの後やってんな、うん、お出かけの後にで、お腹空いてる時に夜腹減ってたからさ全部ダメ。味わって食べていいのってか思ったけど、マクドのポテト食うみたいな感じ。ほんまにそう、そのノリで食ってもらった。そう、これいいよね。こうできるから便利に感じたやろ。うん、でしょ。いいね、柔らかい。めっちゃ飛んだけど。あー、下に落とす、下に落とす。いや、最後にどうしても掃除するからね。けど、チョコやから溶けるで。だって逆にどうするこういうところは。だって逆にどうするんじゃ。すぐについたまま1個ずつ取るん、今の量を。うん、とかティッシュでこうやったら取れるで。取れへんよ。これとかじゃあ取っていくの。いそれちっちゃいのはいいけどさ、でかいのもまま持ってる。4体ぐらい。ほら見てみ、ほんまに。ほらそれはね、できる。ほら、むちゃおるやん。でもこれ別に音で掃除機かけたらその話やんか。それをいちいち言ってって言ってくる方がもうめんどくさくて。しゃあないよ。そう？え、そうやろ。そうか。そんな嫌やねん。なんかポテチとかやったらな、俺もわかんねん、その気持ち。うん、チョコもそっちの枠組み。だってさ、こんなに飛んでさ。うん、確かに。最後に一気に掃除しよう。僕は黙って俺をやってきます。ほんまに、こいつ悪いで。気にするとこ全然ちゃうからな。これだけでほんまに同棲して感じるよな。うん、ほんまに気にするとこが人それぞれ。これを受け入れていかないといけないことですね、お互い。同棲豆知識。全部落とすね、マイカ。まあいいよ。まあ、マイカにも我慢してもらってること多いと思うし。お互い様や。お互い様ですね。ほんまにそうやわ。昨日感じた。昨日、うん、何例えば何で感じた。なんか昨日、お買い物行ってる。さあ、うん、行き道になんかタル君が、はぁ、こんな前かわがままでとか言って、なんか言ってたわけ、行き道に。ああ、なん覚えてるか知らんけど、ああ、なんか俺はもうかわいそうやわみたいな、前かわがままで、なんかいつも俺が我慢してみたい。逃げよう、逃げました。言ってたんやけど聞こえません。なんか帰る頃には逆に、なんか俺のわがままに付き合ってくれてありがとう、こんなわがままでごめんって言ってた。お腹膨れたら幸せな気持ちになるから、なんか、でもマジでアホみたいな。でもほんまに昨日はちょっとタル君はおままやと買い物してる。いや、昨日はちょっとあるやん、ご飯食べてながらさ、うん、伝えたやん、わがままでごめんねって。そうやな、うん、わがままやったよ、うん、昨日わがままやった。で、それも謝ったし、それ以上言われる筋はありません。
いや、それより行きの行き道のなんかめっちゃマイクがわがままみたいに言ってきた方が謝ってほしいよ、マイクから。あ、ね、それもごめん、いいこれ、OK、 いいもうこれって言うのなし、OK、ええ感じに仕上がってまんで。いや、黒でホワイトチョコ切ったらめっちゃ目立つから嫌やな。なんかさ、チョコやるからさ、白い服やったら飛ぶなって思って黒にしたのにさ、まさかのホワイトチョコ扱うから、うん、ほんまに。ここ服のにくっついてんの嫌やな。だからいい。どうやって顔突っ込んでる。黒裏返してる、ホール裏返して、あの、中のなクリームがひっつくねんな。そうそうそう、なんかこういうので食うやつってさ、うん、普通で食うよりうまない。言うと思った。誕生日ケーキのさ、ろうそくについてる生クリームってなんか余計うま感じね。ろうそくについてる生クリームは食べへん。マジ？昔あれダメので兄弟で喧嘩したの。泡立て器のあれ？うまいな。あれもうまい。舐めてたけど。泡立て器のクリームな。うん。けどろうそくについてるの舐めてたんや、なんか嫌やわ、お前子は。俺の家族全員に言ってるわ。やばいやばい。アルミの味しそうだね。うん、せえ。全然こんなやつやん。あ、そこついてないやん。それがいいね、希少性やん。うん。ごめんごめん。謝っとくわ、今度あったら。謝っとくよ。え、でもこの前舐めてなかったじゃない？じゃあちょっとマイクがおるから、あれ、カッコつけてみんな。オッケー、こっちもいい感じにできてきました。イェイイェイイェイ。イェイイェイイェイ。あー、はかり。あったじゃあ。はい。流していってください。はい。そのサイの言い方俺に似てきたな。じゃあ流していきます。流していってください。あー俺や。最悪や。流さない。トッピング用取っといた。あートッピング用取り忘れた。まあいいよ。まあいいよ。マイクが無意味無意味言うから。これとかかけた方がいいって。あ、確かに。ココナッツパウダーとかいいや、うん。ココナッツって結構いいや。ホワイトチョコとか。ホワイトチョコなんか真ん中に、ホワイトチョコクランチ？うん。ホワイトクランチか。うん、真ん中にチョコチョコってやったり。あり、チョコチョコ、カチョコチョコ。して。じゃあこれチンするな。チンします。よし。オッケー。できた。じゃあネクストステップ、レッツゴー。こんな感じ。もうほぼこれでブラウニーみたいな感じ。うん、見て、めっちゃいい匂いするパン屋さんの匂い。頼ます、いちご係。はい。うん、いちごのムース俺一番楽しみかも、実のところ。だってガチのいちごを入れてるわけやろ。果実 50% とかそっち系ってことやろ。言うたらな。そうやな。絶対うまいやん。彼氏一個も動かんやん。ゼラチンこれ、はい、全部ありがとう。ゼラチン一袋ここに入れとく。入れとく。ゼラチン入れた。ありがとう。どういたしまして。で、混ぜる。あ、もう置いてていいよ、それ。はい。右端からバリ見られてるわ。うわ、どう、やばい。どの、いちごの香りプンプン。もうこのルームフレグランス、これで作ってほしい。うわ、いい匂い。うわ、こんな国に住みたいな、いちごの国に。いちごの国、この匂いがする国やったら俺絶対移住するわ。すごいです。うわ、なんかいちご潰すの新鮮、やりたい。うん、確かにいちご潰すとかもったいなく感じる。そうそうそう、絶対できへん。前からこっちやる。そっちの方が俺多分得意やね。ほんまに。これなんか地味やね。ぐにゅぐにゅって一個ずつで、地味なの俺あんま好きじゃない。そっちの方が主人。わかったこれシューズやってて。絶対ダメだっただけやん。うん。家にさ、オーブンないからさ、うん、お菓子作れるのめっちゃ限られてる。そうやね。悲しいわ。逆に言ったらこれオーブンなしでできるレシピ。こんな感じ。もうこんな。こんな感じ。ほんまはもっとすりつぶすぐらいまでいかんとあかんらしい。それは無理やな。冷蔵庫入る場所全然ないんだけど、うん、やばない。ちょっとやばいで。なんで笑ってんねん。こんにちは。
マジでジャム。これを 3? それ大さじ2。適当でいい。なんとなくでいい。イメージでいくわ。スポークやけ。これ大さじ1。意味ね。これ大さじ2、OK。ふさゼラチン。あ、飛んじゃった。大丈夫。あ、俺のズボンに。うん、まあまあいいわ。めちゃくちゃ、こんな感じ。めっちゃ、あれやな、あの、ほんまにムースみたいな。うん、もう完成やん。流そう。タレに、流し込み。はい。タレちゃん。うわぁ。楽しみ。これいっぱい作れんじゃん。大量制作できんじゃん。いくで。こうすな。オッケー。なんかさ、こいつだけ果肉エグいぞ。最後の、これ俺な。これ果肉多くなし。確かに。ちょっとだけ。ちょっと移動させようか。うん。舐めよう。うまい。うまっ。あ。なんか見せた。うん。なんかほんまは、これを、こう残しといて、上にこう乗せて、なんか2層になる感じ。大ミスしてるやん。やったらしいけど。大ミスやん。あの、忘れてた。ありがとう、洗い物。全然。全然全然。え、好感度上がるかな、これ。え、わからん、それは。好感度上がる。上がる、上がる、上がる。え、マジ？うん。持っていくで、ムース。ちょっと待って。僕たちの冷蔵庫。パン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 だよね。頼んます。お前もうムースなってるわ、よう見たら。マジ？オッケー。じゃあ抹茶の生チョコを作っていきたいと思います。イエーイ。多分こんぐらい10グラム。お菓子作りは1グラムが命やで。早くやりますね。で、これを、これは生クリームですよ。あ、生クリームですね。で、チョコレートに水が混ざるっていうのは一番良くないんですね。そうなんですか。なので、チョコに水を混ぜたらダメなので、はい、しっかり拭きます。よっ、お菓子名人。よよ。マジでやめて。名人ちゃうから全く。で、なんか、はい、抹茶の生チョコ作ったことないんやけど、はい、このダマができやすくなったら、はい、ちょっと待ってやめてください。はい、すいませんでした。ダムができたら良くないらしくて、そのメニューによると、はい、レシピによると。なんで、もう混ぜます。弱っ。説明弱っ。キレキレキレ。水混ぜた、最悪。なんかどっかから水が、やらかしてるやん。さっきあんなに言ってたのに。最悪や。チョコと水を絶対に混ぜたいけど、そこから水が、ほんまや、いっぱい混ざった。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいけるよ。けどなんかいつかさ、バレンタインにさ、めっちゃガチのさ、ハートのチョコケーキとかをさ、作って彼氏とかにあげることが夢やね。今できるよ、今できるよ、あなた。タルくんにあげることが夢やね。それいちいち彼氏っていうところにすごい疑問が抱いた。タルくんでいいのに、いちいち彼氏って言ったね。じゃあタルくん、タルくん。何やかんやさ、去年とかもまあできるチャンスはあったわけやけど、うん、運ぶのがさ、大変やん。あ、だから今とかは同棲してるんやから余計できやすい。オーブンがないんです。あ、これだ、それできへん関係になってんかな。そうそうそう。来年はやろうか。うん、オーブン買って、それやるわ。じゃあこれ、ラスト作業。こいつはここにかけていく。でもなんかさ、薄っぺらいケーキになりそうじゃん。ちょっと、まあいいか。まあいいでしょ。うん。マリンクね。まあいいや。まあいいや。あれ少ない。あれなんでやろ。分量見せた俺ら。全然足りひん。あの、これで広げよう。こんなんじゃなかった。大丈夫、大丈夫、あの、膨れるから。膨れへん。知ってるよ。冷蔵庫で冷やすやつは膨れへんよ。まあ、こんな感じで薄っぺらいチョコケーキができました。あれ、3時間冷蔵庫で冷やします。はい。何その顔。絶対とアップにしような。ここ。じゃあ今からラオを作りまーす。ラオ、イエーイ。あれだね。よいしょー。じゃあラオ食べたい。いただきまーす。
いただきます。なんか甘いの食べたからさ、余計な。やけど、うん、めっちゃラーメンです。いただきます。いただきます。うまっ。頑張って作ってよかったな。どれよりも楽やったな。しかも今から、スタバ行って、マイカは実験最後のラストスパートのなんか勉強するらしい。そっちなの？らしいんで、うん、まあ、帰ってきてから完成したやつらを食べようかなって感じです。うん、で、まあ多分むちゃくちゃ動画長いんで、うん、次の動画で一度食べます。はい。なので、本日はありがとうございました。横でラーメンすすってますけど、僕が一人で最後の挨拶させていただきます。せーの。ありま。ぜひ。Thank you.